アバンタイトルというのはいわゆるあの映画の題名が出てくる前の部分っていうのがアバンタイトルアバンっていうんですけども、えー、この話からしていきます。まず、最初のシーンですね。 いわゆる東方マークが出て、東京ムービーっていう制作会社の名前が出てきて、最初の画面がこれですね。なんかビルの横にワイヤーがあってですね、で、そのワイヤーからですね、あの、金袋、金の袋が降りてきて、次に嬉しそうな顔をした次元が降りてきて、その次に嬉しそうな顔をしたルパンが降りてくるというシーンです。で、これでですね、なんかあの、何かが起こっているというのがわかる。で、ポイントはここの窓ですね。 ルパンが降りてきているときに、この窓の明かりがパッとついて、次の展開につながる。つまり、まあ、この大きい建物からお金を盗んだ。で、中の人間が気づいたっていうのが、この明かりの点灯になるわけですね。で、明かりがついたら、いきなりですね、その明かりがついた建物の正体がわかると。これがまあ、えー、ここの真ん中にですね、あの、モナコって書いてある、モナコの国営カジノですね。モナコの国営カジノからですね、えー お金を盗んできたですね。ルパンと、えー、次元がいるわけですね。で、えー、さっきついてた明かりはおそらくこの角部屋あたりですかね。なんか多分ここら辺のあたりがワイヤーで降りてきたんでしょう。で、盗んできて降りてきて明かりがついて、で、一斉にいろんなところの明かりがついてお金を、まあ、盗んだ二人が走ってくる。奥から手前走ってくると。一応あの夜だというのがわかると。盗んだ金額50億って言ってますから、まあ、 まあ、もちろん、ドルベースで話してるわけでしょうからです、ね、実はこの時に6000億円ぐらいルパンと事件盗んでるわけですよねはいはいはいなのでですね実はこれもう泥棒を生涯引退できるような金額を盗んでるは盗んでる。 で,すよで、えー、まあまあ一体何ドル札があったんだ、まあ、だから現金だけでなくて債券があったのか何なのかわかんないんですけど一応50億って言ってますからですね。ということでですね2人が逃げていくというふうなことです。まあここら辺もですねあのラブホテルメグロエンペラーをモデルにしたと言われるカジノデザインも楽しいですね。で走ってきてですね後ろから追いかけてくるんですけども。 これでまあ登場しました。えっ、ー、と、フィアット500というですね、イタリアの車にですね、ルパンと次元がパッと乗り込んでですね、えー、逃げます。で、えー、まあまあ、あの、ここのところに乗ってる、これあの、ちょっとわかりにくいけど、五右衛門なんですね。五右衛門の頭の先だけがちょっと見えてて、でわざわざ五右衛門のですね、斬鉄剣ですね。あの、棒みたいに見えるんですこれではっきり書いてるんですね。あの、 絵コンテにもですね。はっきり棒を書いてください。という指示がある。 で、これなんでかって言ったらですね、単純な話で、最初ですね、あの、五右衛門出すつもになかったそうですね、カリオストンシロ。ルパン三世、カリオストンシロって、ルパンと次元だけでやりたかったんですよ。ところが会社の方からですね、あの、怒られてですね、意外にしると、五右衛門出せ、藤子出せと言われてですね、しぶしぶ宮崎駿はですね、ところどころにですね、五右衛門がいたという証拠を入れなきゃいけないのでですね、フィアットの後ろ部分にですね、五右衛門のちっちゃい頭とですね、暫鉄剣がちらっと見えてるというなって、 <laughs> これ、あとのカットでも出てきます。だから、あの、ゴエモ、なんとかね、ジ子は本編の構造の中に入れるのを成功したんですけども、ゴエモは最後の最後までですね、使いどころがよくわからないまま入ってると。ただ、それのおかげで、なんか今回の話って、焦点がぶれずに、なんかルパンと次元のうまい相棒者になってるというふうな、あの、まあ、そういう良い,いことがあったとは思うんですけどです、ね、えー、です。で、 五右衛門がいた証拠はですね、あの、カジノの用心棒が逃げるときにですね、スパッとこう車で切れてるんですね。で、よくよく考えてみたら、こんなことできるの五右衛門だけなんですけどですね、<laughs> あまりにも五右衛門を書きたくない宮崎さんはですね、<laughs> こういう五右衛門がいたっていうことをですね、なんかこう、こんな事件がありましたというのを今年が書いてないんですね。なので、まあ、あの、次回ですね、カリオスとの白が金曜ロードショーで放送されたときにこ、このツイッターでですね、五右衛門、五右衛門、五右衛門というふうになると思います。<laughs> ということで,ですね、えー、ルパンたちはですね、 えー、ものすごいご機嫌でですね、あの、高速道路走ります。この次のシーンがいきなりもうこうなっててですね、すごい積んだかたった積んだかたったって音楽がかかってですね、この、めちゃくちゃ嬉しそうなですね、このルパンの顔が見物ですね、この、めっちゃ嬉しそうな顔をしてですね、で、この車もですね、運転がめちゃ荒いです。この左車線から右車線、右車線から左車線というふうに、カク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 と動きながら、後ろのおじさんがびっくりしながらですね、まあ走ってるわけですね。 ところがです、ね、これ僕やっぱねうまいなと思ったのがあの演技を車にさせてるんですね。ルパンの表情とかは割と固定のまんまなんですけども盗みがうまくいってはしゃぐっていうのをフィアットがこのめちゃくちゃ大げさに書いてるぐらいでっかいです、ね、あの車の間をさっ、ね、と縫うように走ってたかと思うと急にですねルパンがあ偽札だという,うに気が付くとで気が付くと車の速度がブーンって下がるんですね。 で、高速の端っこの路肩の方に車が、フィアットが移動して、そうすると後ろの車、後ろから車がブン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 追い抜くと。さっきまで、その、いろんな車を追い抜いて、間を縫うように前へ前へ行ってたのがですね、あっと、ルパンががっかりした瞬間に速度が本当に下がっちゃって、周りの車にバン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 追い抜かれる。こういうなんかその、速度差による演技。 速度さんによる演技というのは同時にこれの割と作画的には簡単なんですね真横からのアングルですからこういうことでですね作画的に楽をしながら演出してるっていうこのうまさですねあのルパンのカルウストロの城のうまさっていうのはこういうなんだろうなほんのちょっとした演技っていうのをみんな普通セリフとかですねそういうのでやろうとするのを全部動きだけで見せるその動きも必要最低限なその動画の手間でやって で、なんか見せ方っていうのを工夫してるところがアニメーションのこの教科書と言われているところですね。で、あの、生札だと気がついたルパンはですね、捨てちまおうっていうふうに次元に言います。で、これ偽札だとゴート札だっていうふうに次元に言うわけですね。で、国営カジノにまで出回るとはなーっていうふうにルパンが投げて、よし、次元次の仕事が決まったぜマイ祝いにパーッとやるかっていうふうに言います。マイ祝いにパーッとやるっていうのがこれですね。はい。 毎晩にぱーっとやるって言って天井を開けて、えー、いきなりですねゴート札をばーっと捨てていますちょっとこれ下の方まで映してくださいここのところにですねはいあのちゃんと五右衛門の頭が映ってますでここのとこにある小さい茶色い棒があの斬鉄拳ですね、はい、本当に五右衛門いるんですよ本当に書きたくないんですよね <laughs> はい。で、えエモンモの後頭部が見えて、パーッとやろうというふうなことで、ここね、見た瞬間に、柵が本当に頭がおかしいぐらい大変なんですって。もう一枚一枚の札が本当にうわーと待ってって、うわーってびっくりしたらそれどころでなくてですね、その、ちっちゃいフィアットから、こんなに金が出てくるのかっていうぐらいですね、札束がダーと流れ出して、で、えー、うわーと宙に待っていって、で、ここですね。 えー、こからですね、オープニングの開始です。オープニングでですね、これあの、気がつきますかね。え一番最初、カジノを襲った時は夜だったんですよ。で、三、えー、3人が逃げていく車、この辺りで、夜空が明けつつあるんですね。で、えー、もう車が走っている最中にだんだん夜が明けてると。この、なんか、国営カジノの金庫破りしたのは多分午前4時過ぎぐらい。 で、こう逃げてくる間にだんだん夜が明けてきて、で空が明るくなってきて、で、最後にこうお金がバーンと青空に舞っていくっていうですね、こうなんかすごいダイナミックなことをやってるんですね。で、と同時にその映画全体の始まり方としては夜の風景で 金庫破りをするという暗い画面からですね、徐々に徐々に明るい話になって、で、ま、すごい満員の、ま、車がぎっしり詰まっている高速道路を抜けて抜けて抜けて走っていくところから、徐々に徐々に他の車がいないところへ行くっていうですね、どんどん画面が抜けるっていうんですけども、こう見通しがいいところへ移っていくと。 こういうふうなオープニングになっています。で、ここでお金がバーッと回っていったら、チュルルルルルルールルというふうな形でオープニングが始まるんですね、えー。ご存知、カリオスソン城の始まりということであります。この場面転換の色味、あと構図、圧縮気味で、やや暗いところで押し込められた感じになるのか、明るいところでこう、晴れたところでこう、なんだろうな、抜けがいいところになるのかという変化もあるので、その辺ちょっとね、注意してみていただければ面白いと思います。